日本の自衛隊が運用する防衛装備品の中で、海外からの評価が特に高いのは通常動力型潜水艦で、その性能は世界一とさえ言われているよ。特に静音性に関しては文句なしに世界一と言っても過言ではないよな。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊の通常動力型潜水艦に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本においては太平洋戦争後にアメリカを中心とする自由主義の西側諸国と、旧ソ連を中心とする共産主義の東側諸国の対立が激化していわゆる東西冷戦の状態となり、アメリカの同盟国となっていた日本では自民党の佐藤栄作内閣が、1967年に共産権及び国際連合決議によって武器禁輸措置を取られている国、及び紛争地域への武器輸出を禁止するとした三原則を策定したんだ。ただしこの時点では、この三原則は他の地域への武器輸出を慎むとの表現で記載されており、当該国や第三国への武器輸出そのものを禁止するものではなかったんだよな。しかしながら、1976年2月に自民党の三木武夫内閣によって、9年前に佐藤内閣が打ち出した三原則に、いくつかの項目が書き加えられることになり、日本からの武器とは本来的に銃や砲などの火器類を指すを搭載していて、そのもの自体が直接人を殺傷する威力があるか、あるいは武力闘争の手段としてのものの破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、アメリカなどの西側自由主義諸国に対しても日本は全面的に輸出や共同開発などを禁止することが、適用されることになったという経緯があり、原則に輸出禁止と明記されていたものではなく、あくまで政府の解釈という形で固くなに守られてきたものだったってわけだ。そのため、日本の国内防衛産業が製造する武器は自衛隊が運用するものだけとなり、生産数が少ないことなどで生産コストが高くなることに加えて、防衛費が国民総生産 GNP の 1% という枠にとらわれていたことで、日本の防衛産業は防衛装備品の開発と製造では利益を出すことができなくなり、次第に衰退していくことになったぜ。しかし、この傾向に異議を唱える声が与党自民党内に上がり始め、安倍晋三内閣の2014年4月1日、国家安全保障戦略に基づいてそれまでの武器輸出三原則に代わる、防衛装備品移転三原則が制定されて防衛装備品の海外移転事実上の輸出が承認されたな。この頃オーストラリア海軍では、運用している6隻のコリンズ級潜水艦が、劣悪な騒音が発生することや、故障が頻発することなどで稼働率が低く、その信頼性が極端に低かったことから後継潜水艦の選定を急いでいたよ。日本と同様に四方を海に囲まれて強大な海岸線を持つオーストラリアでは、後継の潜水艦については2009年の、オーストラリア国防白書において定義され、2030年代の戦略環境を見据えたものとして、必要に応じ温海域での作戦行動も実施可能な通常動力型潜水艦の取得を目指すとされたんだ。この後継潜水艦は、オーストラリア周辺海域のみならずアジア地域の軍事力近代化に対応するためとして、これまでの6隻から倍の12隻を取得するとの構想で、任務としては対潜攻撃能力対水上艦攻撃能力、戦略的打撃能力機雷敷設及び探知能力情報収集能力特殊部隊潜入補助及び、脱出支援能力戦場情報収集支援能力など、幅広い性能が求められたね。オーストラリアはその後本格的な検討に入り、後継潜水艦について既存潜水艦の設計を活かした上での、設計案コリンズ級の能力向上型などや、全く新しい潜水艦の設計を実施する案が検討されたが、2014年当時のオーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相のコメントにおいて、コリンズ級海と新設計案が主に検討されている中で、コリンズ級の焼き直しによる2000トン級の潜水艦では、遠洋に出るにはサイズが小さすぎるとの意見が出ていることなどが示されたみたい。また、新設計の場合にはその原型艦として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW の216型通常動力型潜水艦、
214型潜水艦の拡大改良型で4000トン級や、スウェーデンは同国の A26 型通常動力型潜水艦の拡大型などが候補に挙げられ、あるいはフランスから派ている中で、日本の海上自衛隊が運用している双流型潜水艦、2009年収益開始、水中排水量4000トンもまた有力候補に挙げられていて、防衛装備品移転三原則が制定されたことが追い風となって売り込みが行われていたぜ。オーストラリアは日本と同様に原子力を軍事利用することを禁止していて、行動半径の大きな航続力が長い、通常動力型の潜水艦の導入を希望していたことから、日本の当時の最新鋭であった双流型潜水艦に興味を示しているとされ、日本が防衛装備品移転三原則を制定したことで潜水艦の輸出が可能となったこともあって、性能が優れている通常動力型潜水艦として最有力視されていたらしい。オーストラリア政府は、後継の潜水艦に搭載する武器管制システムにコリンズ級でも使用されているアメリカ製の ANBYG-1 を搭載することが求められていたため、双流型をそのまま導入するのではなく改良型として、日本と共同開発の形を希望しているとされ、その場合はアメリカも共同開発に加わるという報道もなされるなど、具体的な動きが伝えられており、このことに対してアメリカもまた日米豪3カ国の武器の相互運用性が強まるとして、双流型がオーストラリアへ輸出されることを歓迎しているとされ、日本の潜水艦が初めて輸出される日が近いと見られていたよ。当時、オーストラリアのアボット首相は日本の安倍晋三首相との関係が良好であり、その点からも双流型の導入が濃厚であるとされ、オーストラリア側は日本が2015年から建造を計画していた、先行中の動力となる蓄電池に当時世界に類を見なかった高出力のリチウムイオン蓄電池を使った、日本の双流型の改良型潜水艦11番艦欧流と12番艦東流を希望しているとも伝えられ、2014年10月16日には当時のオーストラリアのジョンストン国防相が、エド・アキノリ防衛大臣との会談の中で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に日本政府に要請するなど、その導入がほぼ確実視されていたんだ。双流型では10番艦の揚油までの先行時の動力として、浮上することなく先行したままで、推進できるスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたね。しかしながら、先行時の出力が4から5ノット程度の低速であったため、水中で高速力を得るにはこれまで通り先行時には、鉛蓄電池によってモーターを回し、電池が切れれば浮上して蓄電するディーゼルエレクトリック方式が用いるのが常であったぜ。そのため防衛省では鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する危険がなく、重量容積あたりエネルギー密度が、2倍以上となる強力な電池で、さらに繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの利点があるほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの、多くの優れた特性を持つリチウムイオン蓄電池を国内企業に開発させて欧流及び東流に搭載したってわけだ。このリチウムイオン蓄電池は双流型の後継である大芸型にも継承され、発火しやすく潜水艦の蓄電池としては問題が多かったリチウムイオン蓄電池によって先行時の速度を大幅にアップさせたんだ。しかしオーストラリアは、双流型を推薦していたアボット政権がターンブル政権に変わると、日本がオーストラリアでの現地生産を拒んでいたことから、国内での建造を最重要視するターンブル首相の判断で、次期潜水艦に大穴的存在であったフランスの原潜を通常動力に変更したアタック型の導入を決定したぜ。しかし、このアタック型はフランス側の設計の遅れからなかなか建造にこぎつけることができず、痺れを切らしたオーストラリア政府はアメリカとイギリスとのインド太平洋地域での安全保障の枠組みをオーカス発足すると、アメリカとイギリスによって提案された原子力潜水艦の導入に飛びつき、フランスとの潜水艦購入契約を破棄して、フランスとの関係を悪化させたってわけだ。オーストラリア国内ではこれまでの原子力を軍事に利用しないとの方針から、原潜の保有に反対する声が根強くあるとされ、
また国内の防衛産業の質の低下から原潜の国内製造を危ぶむ声もあり、日本の潜水艦を発注しておけば何の問題もなかったとする声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在航空自衛隊で運用している F2 戦闘機においては2000年から運用が開始されて現在94機が現役ではあるんだけど、それから20年以上が経過し老朽化が進んだことによって2035年から退役が開始される予定となっているね。防衛省ではその後継機種となる戦闘機として次期戦闘機の開発を進めることが決定されたな。そうだね。さて今回は航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機の開発状況と今後の展望について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初次期戦闘機の開発に関しては日本の防衛装備品に関連する企業が主導する純国産戦闘機というコンセプトで進められていたのであるが、2018年12月18日に30大工と31中規模が策定された際に、31中規模においては将来戦闘機については F2 戦闘機が退役する時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得すると記され、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手するとの文言が明記され、次期戦闘機の開発については純国産による開発というコンセプトから国際協力による開発にスイッチする可能性が盛り込まれ、日本主導での後継機開発を進めることが決定され、2020年の夏頃までに後継機の要求性能や協力国が決定され、2021年度から開発に着手し、以後2030年度までに初飛行を実施して2035年度末2036年3月末に部隊配備して運用開始を目指すとされたよ。そして、2020年度防衛予算で初めて次期戦闘機の開発予算が計上され、2019年12月に公表された我が国の防衛と予算令和2年度予算の概要案からは、それまで F3、I3 ファイター、将来戦闘機などとされていた呼称が改められて現在の次期戦闘機の名で呼ばれるようになったな。その後2020年10月には、次期戦闘機開発においては三菱重工業が開発主体として選定されて正式に契約が結ばれ、その他には三菱電機 IHI 川崎重工業スバル東芝富士通日本電機 NEC の7社が参画することとなり、この共同設計においては三菱重工業が統括する立場で進められ、エンジン開発を IHI、機体開発をスバルと川崎重工業が担当し、アビオニクス関係では三菱電機が電子線装備を制御するミッションシステムを担当して、東芝富士通日本電機 NEC がレーダーを含む電子機器を担当することが決定され、そのための開発チームは総勢200人を超える体制とされ、愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場を拠点として活動が開始されたんだ。31中規模で明記された海外の協力企業については、2020年末までに選定するとしてアメリカかイギリスの軍事企業、もしくは両国どちらも同時進行での技術連携が検討されていて、具体的な提携先としてアメリカからはロッキード・マーティンとボーイングが、イギリスでは BAE システムズという3社に絞り込まれたね。この2020年12月の時点においては、防衛省では三菱重工主体の次期戦闘機技術開発を支援する海外企業としては、ロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったとする報道もあって、同社が協力企業として最有力とみなされていたみたい。ロッキード・マーティンは第5世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターや、日本でも航空自衛隊に導入している F-35 ライトニング2の開発メーカーであり、第6世代とされる次期戦闘機開発に必要な技術とノウハウを兼ね備えていることから技術提携先として最適と見られていたからな。しかし、ロッキード・マーティンとはかつて、F2 戦闘機の開発において同社製の F16 ファイティングファルコンをベースに開発した際に、
アビオニクスなどのシステム技術の革新的な情報を提供してもらえずブラックボックス化されてしまい、F2 戦闘機導入後の近代化改修に支障をきたすだけでなく余計な費用が発生したことなどから、同じ鉄を踏むのではないかとの懸念が指摘されていたぜ。それと比較するとイギリスの軍事産業とは以前からエンジン分野では IHI がロールスロイスと開発や、製造において提携していて協力体制が確立されているほか、レーダー分野でも東芝などがイギリス企業と提携するなど、良好な関係にあったな。それらのことを受けて2022年5月には日本政府関係者が、従来のロッキード・マーティンの協力を得るとする方針を大きく転換し、開発支援企業をロッキード・マーティンからイギリスの BAE システムズに変更する意向を明らかにしたってわけだね。その背景として、アメリカ軍では次期戦闘機計画が現時点ではほとんど進められていないため、ロッキード・マーティンが次期戦闘機との連携構築に乗り気ではないことに加え、BAE システムズが第6世代戦闘機テンペストの開発を進めていて、収益時期などが次期戦闘機と重なる上に、ミサイルなどの装備品の面でもイギリスとの共同開発案件が複数進行していたことが挙げられているよ。そして2022年12月9日、日本イギリスイタリアの3カ国首脳が次期戦闘機の共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム GCAP グローバルコンバットエアープログラムに関する、共同首脳声明が発表されて2035年までに次世代戦闘機を国際共同開発することとなったぜ。この3カ国共同開発について、防衛装備庁における次期戦闘機プロジェクトを統括するポストに就く事業管理官である的場隆正氏が、開発の進捗状況や計画における日本の立ち位置などについて次のように述べているよ。的場氏によると、3カ国の共同開発プログラムは現時点ではまだコンセプトを設計している段階だとしていて、それが完了次第次期戦闘機のデザインを確定させる基本設計に取り掛かり、その後に製造工程までをも含めた詳細設計に入っていくというんだ。こうした設計作業をこの先5年ほどかけて実施していきながら2035年には開発が完了するように、試作機の製造や地上試験及び飛行試験などのスケジュールを変えていくとしているね。その作業のため3カ国の技術者はほぼ毎日、ビデオ会議を実施しているとした上で、時差による会議時間設定の難しさや、言葉の違いから意思疎通に苦労することが多いとも語っているが、日々の協議によって次第にチームとしての一体感が感じられるようになっているというぜ。的場氏は次期戦闘機の設計作業については2024年に山場を迎えるとしていて、機体の前胴、中胴、主翼、後ろ胴、さらには各種のセンサーやレーダーにエンジンなど、どの国のどの企業が担当するのか、どの国も自国の防衛産業を重視していることから駆け引きが続いているとして、各国とも自国の事情によって戦闘機の改修アップグレードをしたいために、自国で抑えておきたい技術があり、その交渉が続けられているとしているんだ。これは日本にとっても非常に重要なポイントであり、そのためにアメリカではなく3カ国共同開発を選んだ以上、情報は最低限にしておきたいところだが、これについて的場は機体構造の軽量化、エンジン、レーダーの3点が、日本が譲れないポイントであるとしたな。機体構造の軽量化は、三菱重工業が2014年から研究を続けてきた技術で、炭素繊維などを用いた複合材を接着することにより、金属製のボルトの使用を大幅に削減することに成功し、機体の重量を抑えることが可能だぜ。またエンジンは IHI が2018年に推力15トン級というハイパワーの XF91 の開発に成功して、プロトタイプを防衛装備庁に納入済みで、国産エンジンの開発は日本の悲願であり、やはり譲ることができないとしているらしい。そしてレーダーは F2 戦闘機の開発時点から日本の技術が優れたことから大きな強みであるとして、これらの技術を次期戦闘機においてさらに発展させ、日本の防衛産業を強化したいと述べているね。また、的場氏はアメリカとの関係については問題ないとしていて、アメリカが次世代戦闘機の開発に目を向けていないことが幸いしたと述べたぜ。そして、次期戦闘機の開発にはこの先大きなコストがかかることが予想されるとして、
完成後には第三国へ輸出することによるコストダウンが重要であるとしながらも、防衛装備移転三原則の運用によっていたずらに技術の海外移転を拡大すべきではないとも述べて、政府においては議論や説明が求められていることを示唆したみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月、年の瀬を迎える中で日本の政権を担当する岸田内閣においては、主として安倍派の複数の議員らによるいわゆる一連の裏金問題が顕在化し、野党側からの格好の攻撃の材料となった感が拭えないよね。こうした一連のいわゆる裏金問題の提起を受けて、公明党と連立与党を形成している自民党では、問題の沈静化を図るための派閥の解消の動きも伝えられる中、最押し的な落としどころになるのか否か半然とはしていないな。2023年末の日本では大物芸能人の性加害疑惑や、トヨタ自動車傘下のダイハツ工業の不正の発覚など各方面での不祥事の発覚が相次ぎ、2024年にこれらの進捗がいかなる様相を呈するのかが世間の耳目を集めている状態だね。そうした数々の不祥事が連日報じられる日本の状況の中にあって、防衛政治関連の動きとして大きな問題となっているのが、防衛装備品の第三国への輸出をめぐる与党内での攻防であり、極めて重要な時期に差し掛かっているぜ。そうだね。さて今回は防衛装備移転三原則を改定した件に合わせて、地対空誘導弾ペトリオットをアメリカへ輸出することが決定したことなどを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ご存知のように今の日本の岸田政権は自民党と公明党の2党による連立政権であり、決して芳しいとは言い難い同政権の支持率を鑑みても、この防衛装備品の第三国への輸出をめぐる問題への対処は注目を集めているよね。そうした不安定な政権運営を余儀なくされている現岸田内閣ではあるものの、下中の2023年12月には防衛装備品の第三国への輸出ルールを定めた現行の、防衛装備移転三原則の運用上の指針を改正する政治的な決断を行ったよ。今回岸田内閣がこの防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定したことにより、一部の対象国に対して完成品の防衛装備品の輸出を認める政治的な決断を下ろした状態となり、日本の安全保障は新たな段階へ踏み出した形ってわけ。この防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定によって、日本はこれまで海外の製造元の許諾を受けて国内でライセンス生産を行っていた兵器の完成品の輸出を、政治的に可能とする決断を下ろしたこととなったな。具体的にこれは、アメリカのロッキード・マーチン社並びに、RTX コーポレーション社旧レイセオンテクノロジーズ社のからライセンスの許諾を受け、三菱重工業社が製造してる地対空誘導弾ペトリオットを指しているぜ。地対空誘導弾ペトリオットは日本では航空自衛隊に1989年から1996年にかけて配備が実施されているが、本国のアメリカでは MIM-104 パトリオットと呼称されている陸上配備型の防空用地対空ミサイルシステムだ。MIM-104 パトリオット日本では地対空誘導弾ペトリオットは、アメリカや日本以外でも西側諸国を中心に世界18カ国で広く採用されている防空ミサイルシステムであり、本国たるアメリカでは1982年から陸軍での実戦配備が行われているね。この MIM-104 パトリオットからは複数の種類用途のミサイルの運用が可能となっているが、日本が導入した地対空誘導弾ペトリオットはその中でも PAC-2 弾と PAC-3 弾に対応した仕様で、今も併用が続けられているよ。PAC-2 弾敵の航空機や一部の弾道弾の迎撃を目的としたミサイルであり、まず海上に展開するイージス護衛艦が搭載する対空ミサイルで初手の迎撃を行い、これを突破された場合の最終的な迎撃手段として想定されているね。そのため PAC-2 弾を使用する地対空誘導弾ペトリオットは、展開場所から半径数十キロメートル圏内の低高度に侵入した目標を迎撃する防空ミサイルに位置づけられており、カバー可能な範囲は決して広くはないぜ。
またパック3弾はパック2弾と比較してより弾道弾の迎撃に特化した仕様であるため、日本の航空自衛隊においては弾道ミサイル防衛の最終手段として2007年から実戦配備が行われており、高性能化する弾道弾への対処能力を高めたものとなっているな。これは言うまでもなく、各種のミサイル開発を加速させて脅威となってきた北朝鮮への対抗手段として導入されたものであり、昨今の日本のミサイル防衛を担う上での要となる兵器として位置づけられているものってわけだ。ただし近年では敵国のミサイルも著しい性能の進化を続けており、飛翔速度においてはマッハ5を超過するいわゆる極超音速兵器や、弾道弾であっても飛翔する軌道を変化させるものが登場してきており、対応が求められているらしい。展開場所から半径数十キロメートル圏内をカバーする地対空誘導弾ペトリオットの性能では、いわゆる極超音速兵器の速度を鑑みれば対処時間が非常に短く、従来想定されていたような迎撃が困難となる可能性が顕在化しているためだね。ただし油断は禁物だが、極超音速兵器はまだ実戦使用における有用性はそれらが謳う通りのスペックを証明したという段階にはまだなく、地対空誘導弾ペトリオットの防空体制が完全に凌駕されたという事態には至っていないぜ。今も続く、この2024年2月末で3年目に突入しようかというロシア・ウクライナ戦争においても、ロシア側が喧伝する極超音速兵器がスペック通りの能力を発揮したという確たる戦果は見当たらず、それについては幸いとも言えるよね。むしろまだロシア側がウクライナで実戦投入しているミサイルの大半は、ウクライナに少数ながら供与され、首都であるキーウ周辺を中心に運用されていると考えられている MIM-104 パトリオットによってその多くが迎撃されているんだ。したがってアメリカの MIM-104 パトリオット等の西側製の防空ミサイルの有用性は、現在のロシア・ウクライナ戦争においても多くの場合において担保されており、未だ有効な迎撃手段であることは間違いないと言えるんじゃないかな。そのためアメリカは自国の軍が保有する中からウクライナへ供与した MIM-104 パトリオットの補填として、今回日本が決断した地対空誘導弾ペトリオットをその穴埋めに活用する狙いがあるのだと見ていいだろうな。今回の日本からの地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出の解禁は、ウクライナへの兵器支援を続けるアメリカの意向に沿う形で決断されたことは想像に難くないが、日本の防衛にとってはマイナスではないかとの指摘も一部から聞こえるみたい。もともと日本の防衛省では2023年秋に今後の日本の防衛費の増額の必要性について、そもそも防空用のミサイルが 40% ほども必要とおぼしき数量に足りていないとの見解を示していたこともあり、確かに議論の余地はありそうだね。しかし政治的な判断としてアメリカの要望に応えることが日本の防衛の大きな一助を占めるであろう現状を思えば、政治決断としてそれが優先された結果であることは苦渋の決断だったとも考えられるぜ。いずれにせよ今回の地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出は、今後の日本の防衛装備品の海外輸出に関する新たな可能性を示したものと感じられるが、その先に想定されるのは GCAP グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の輸出だと目されているな。日本はイギリス・イタリアと共同で GCAP グローバルコンバットエアプログラムによる開発に踏み出しているが、ここで完成した有人戦闘機を海外輸出することで防衛装備品の拡販を実現することが唱えられているよ。いかにイギリス・イタリアと組んで新たな有人戦闘機の開発が成功したとしても、前者らが輸出市場とするヨーロッパや中東方面と異なり、日本が担当するであろうアジア圏ではそれを購入するほどの経済規模を持つ国は多くはないと個人的には思えるんだよな。したがって日本が新たな防衛装備品移転三原則を踏まえ、殺傷能力を秘めた兵器の初の海外輸出に取り組もうとすることにはやぶさかではないけど、有人戦闘機が完成しても決して平坦な童貞と考えるべきではないと思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。